岡山市の古民家に都会から引っ越してきた家族がいた。大輝、手伝いなさい。残念でした。誰これ、彼女。見せてよ。ちょっと癖のある4人の子供と長老を抱える母涼子、実はこら情報番組のパーソナリティだったのです。天神家の人々。まあまあ年明けから忙しかったからね、仕方ないよ。うん、嬉しい。七草がゆ食べたかったもん。結構この周りにあったのよ、七草。いいところだよね。ほら、おいしそう。あれ、そういえば坂本さん、うん、どこ行ったの。あ、ほんとだ、いないね。彩香探してきてよ。うん、おかゆ冷めちゃうよって。うん、わかった、呼んでくる。うん、おや、天神家一番のお調子者のこの男じゃが、いつになく神妙な顔つきじゃの。何やら訳があるようじゃ。びっくりした、やめてよ、彩香ちゃん。何やってんの。毎年1月17日が近づくとこうしたくなるんだよ。いつもと違う、なんで。実はね、それは27年前、坂本さんが4歳の時じゃった。当時暮らしていた神戸で阪神・淡路大震災にあっての、坂本さんの仲良しだった幼稚園のお友達が亡くなってしまったんじゃ。毎年1月17日が近づくとその子のことを思い出すというわけじゃ。6434人が亡くなり、24万9180棟が全半壊し、7036棟が火災で全焼したんだよ。毎年思うんだよ、生きてたらあの子も僕と同い年に成長してたんだなって。顔ももうぼんやりとしか思い出せないんだけどね。そうなんだ。でも忘れられないんだよね。最近地震が多いから気になるわよね。南海トラフ巨大地震は今後30年以内に発生する確率が 70% から80% と言われてるから、切迫した状態なんだよな。日頃からの備えが大事なんだよ。これ岡山市が作ったこの辺りの防災マップ、災害の危険度や避難所を日頃から確認しておくことが大事なんだよ。自助、共助、公助、地域で助け合って生き延びないとね。そんなわけで、はい、みんなにプレゼント。え、何、お年玉、リュックサック。いいから開けてみて。何何、防災グッズだ、なんかいろいろ入ってる。乾パンに、水に、ホイッスル、ラジオもあるよ。あ、ライトもつくし、あっちにみんなの分もあるから。ちょっと待って、なんかいつものいい加減な坂本さんじゃないな。確かに。いや、いい加減ってどういうことよ。いやね、もうあんな寂しい思いをしたくないんだよ。大事な人たちを失いたくないだろ。坂本さん、いい人になってる。てる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 。もういいって。そんなことより七草がゆ食べさせてよ。ないじゃん。食べないかと思ってみんな食べちゃったわよ。じゃあもうこれ食べちゃうぞ。あ、ダメダメ。なんでこれ、これ食べる、これ食べる、食べる。これいざという時の備えでしょ。いや、ちょっともういない、これ食べるんだって。欲しいから。天神家の人々、続く。